皆さんこんにちは、モトラット塚子です。今回は、これから発売になる車両のちょっとご紹介になります。発生してますのが東京台場にありますBMWグループ東京ベイの、BMW モトラットコーナーでこちら発生しております。こちらの車両は R90 シリーズのバリエーションモデルで R90/5 というモデルです。ベースは、R90 ピュアなんですけど、今回のこの車両はサスペンションが、日本国標準で標準車高のサスペンション、ちょっと長めのサスペンションがついています。ピアは現行ではローダウンサスペンションがついてますんで、クラス唯一一番シート高が低いという感じなんですけど、今回のこのスラッシュ5の方は標準の車高の車両が入荷してくる感じです。各所にこう専用パーツがこちら、使われているような感じでしょうか。はい、まずはこの全体の雰囲気がやっぱりクラシックな感じで、1970年代のその昔あったそのスラッシュ5と言われているモデルの復刻というか、そういう車両です。スポコホイール仕様ですね。タンクもこれをブルーに、鮮やかなブルーにこのホワイトのラインですね、ここがすごくやっぱり印象的な車両です。フロントフェンダーもホワイトラインが入っております。はい、フロントフォークブーツはやっぱりこうバイクのイメージを決めるのにすごく大事なパーツで、このそうスラッシュ5にとってはこう大事なパーツの一つですね。これがないとなんか雰囲気が全然ちょっと違ってきちゃうと思うんですよね。はい、タンクのこのラインも微妙にこうぼかしが入ってたりとかして、ちょっと手が込んでるんですよね。はい、サイドカバー、こう2グリップ付近にはこのインジェクションのカバー並びにタンクのこのカバーもついてる感じですね。はい、でファイナルドライブのこの後ろの部分だけはこれシルバーアウトになってる感じですね。シートもこれ専用ですね。ピンストがストライプが入ってて、後ろに BMW のエンブレムで、後ろからでも BMW の、バイクだっていうのはすぐ分かるようなデザインですね。はい、タンク上にはスラッシュ5と専用のエンブレムがついて、オーナーの、所有欲をこうかきたてるデザインになってますね。メーターはスピードメーターオンリーのメーターで、シンプルなメーターです。まあ、オプションでおそらくタコメーターの設定があるかもしれません。はい、こちら今期間限定でどうやら展示しているようなので、ご興味ある方は BMW、グループ東京ベイまでお越しいただくとご覧になれるようですね。はい、ご視聴の方ありがとうございました。